さすがにちょっと司会者はお店さんなんで。いやちょっとお願いします。いやさすがにでしょ。いや今回お店の中で俺らじゃなくて相手方も取るわけだから。ただそれもお願いします。いやいや違うでしょ。だからそういう方ってこうお店で俺らが買ってやるだけじゃなくて相手方の女性もいらっしゃるからここも含めてどう考えてお前でしょ。いや違う鼻声なんで。いやおめえ俺もだよ。こっちも鼻声でしょどう考えても。花粉症ね本当きつい。いやいや花粉症なんて俺の方が全部きついから。いやでも本当にマジなやつ。お前でしょ。いや本当に。え本当だっていやいや本当花粉に耐えられる量が全然違うんだよ。いや関係ねえよ。いや本当言ってください。いやさすがにでしょ。そこも含めて相席なんだよ。いやそこも含めて相席。じゃあちょっと交渉したいと思います。今から2人って入れたりしますか、はい、そうですね一応ですね、はい、はい、10ヶ条っていうところに、はいはい、なるほど、やばいやばいやつですか。そうですね、やっちゃってます。服装が、はい、お兄さん的にもこれアウトなやつですか。まあちょっとおへそ出ちゃってるんで。あ、そこですか。そうですね、もう自分も清掃のつもりで来たんですけど、ね、なかなか、そうですね。まずお店的にまずいですか。お店的にまずいですね。女性がちょっと、そうですよね、ちょっとふざけてなくなっちゃいますもんね。まあふざけていいんですけどちょっと度が過ぎてます、ね、そうですね。わかりました。お願いします。すいません、ごめんなさい、無理ちゃってありがとうございます。いや、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。相席にふさわしくない、そうはダメということで、残念ながら今回相席に入れてもらえませんでした。今日のミッションは、起きて3分以内にメイクを完成させろ。いやもうそもそもメイクっていうのがまあちょっと意味が分かんないですが、でも小春になって可愛くなりたい。パーフェクト目指して頑張るぞ。うわっ、あいっ、いやいや、おかしい、おかしい。パーフェクト終了です。さあ、やってまいりました。皆さんお待ちかね、コハロのチャレンジ企画、略してコハチャレ、コハチャレ、コハチャレ。いやちょっとさすがに朝早すぎるんでちょっと厳しいです。これいや大丈夫です。いや大出勤前は本当にきつい。いや冬の名物なんで、ちょっとさすが朝の気はちょっと勘弁してください。いや大丈夫です。ちょっとそちらのコンディションの問題なんで。いやだから朝調整に問題あるんで。調整不可なんでちょっといろいろできます。いやさあということで今日は代々木公園でおにぎり30秒トライアル、バンパバンパンパンパババパンパンパバンパンパンパバババパン。ルールは至ってシンプル。ティリティリティティンティティリティリティで買ってきたこのおにぎりを30秒間で食い切れるか試したいと思います。よーいスタート。うわっ、おっ、うん、いやだからいいって飲み込んでって。なんだまあ、なんだなんだ、入れてて。
あっちゃちゃちゃ、何だ何だ出た、何だ出たんすは。やべえ、こっから出てえよ、離れ、食った。記録これです。記録1分33秒22 1分オーバー。腹痛い。あ、ちょっとちょっと飲み物の方、やばいやばい。あ、もうすぐそのままうんこ出そう。いや、ほんとほんとほんとに押し出されてる、押し出されてる、さっきのが。あ、もううんこ出そうだ、これ。あ、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 ほん、チャンネル登録、ダン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 、他の動画、ダン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 、コハロンナンバーワン、ダンダンダン。